シュー、どうも皆さんこんにちは、クソゲーのお時間です。ということで、コールオブデューティーヴァンガードが出たことによって、なんだか少し良作に見えてきたこちらの BOCW をやっていこうと思うわけなんですけれども、まあ、なんでね、唐突にこのゲームをやるのかって言われたら、まあ、どうやらこのゲームにアップデートが来たらしいんですよね。まあ、だいぶ遅いけどね、だいぶね、これ紹介するのめちゃくちゃ遅いんですけれども、まあ、なんかアップデートが来たらしいんですよ。なんだけどさ、別にね、なんかこう今更さ、なんか追加された武器がどうでとか、なんか新マップがどうでとかしたらさ、もうただの病気じゃないですかね。もうそんなのはもうコールオブデューティー版 ANN チャンネルをやってるね、こてつやさん勝手にやってくれるんで。てかさ、思うんだけどさ、なんかそのコールオブデューティーのなんか新作のリーク情報みたいなのがさ、こう気になったりするのはすごい俺もわかるんだけれども、 BOCW で追加されたさ、なんか新武器情報とか新マップ情報とか、クソほどどうでもよくない、マジで。くだらねえんだよマジで。ということで、まあ、久々に BOCW やっていくわけなんですけど、どうやらね、なんかこのゲーム、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、そのなんかチームデスマッチしかね、マッチングしないみたいなのに聞いてるんですけど、そこら辺はね、別にヴァンガードと同じところではあるんで、まあ、気にせずにね、やっていきましょう。COD 民は一体何を考えているんでしょうか。しっかりとこれ5対5で、ドミネーションがマッチングしました。はい、これ頭おかしいですね。チームデスマッチだけかなと思ったんですけどね。ドミネーションがマッチングしてしまったよね。ヴァンガードよりそういんじゃないかこれ。ということで、久々の、コールオブデューティー、ブラックオプス、コールドをやっていくわけなんですけれども、いや、なんか、気持ち悪いね。なんか操作感がね、気持ち悪いんだけど、あー気持ちいい、これ、あー美容師でぶつさ、これだよね。あー気持ちいい。よし、こんにちは。何しようこれ、つまんねこのゲーム。で、さっきもね、ちょろっと触れたけどさ、こう、BOCW にね、こうなんか新マップとかさ、こう新武器とかさ、こういろいろ追加されてるらしいじゃないですか。で、まあ、このゲームの制作会社さんって、まあ、トレイアークさんなんで、まあ、当然ね、アップデートをしてるのも、まあ、これトレイアークさんなんですけれども、で、しかもこれね、緊急で、なんか今日のね、ツイッターで、トレイアークさんのね、ツイッターにて、なんかまたアップデートがなんかもうすでにされたのか、それとも今後来るのかわかんないんですけど、あるらしいんですよ。暇なの？暇だよね。でも、絶対暇だと思うんですよ、トレイアークさんって。絶対仕事しないよね。いや、一応ですね、トレイアークさんも2年後には、自分たちの作ったコールオブデューティーの作品を出さないといけないはずなんですけど、遊んでないで作ってもらっていいですか、次回作。いや、本当に、頼みますわ、マジで。いや、ただでさえ君たちね、この BOGW とかね、なんかセンスのないクソみたいな作品作ってるんだからさ、もうね、いくら時間があっても、ね、クソゲ作るときはクソゲ作るじゃん。頼むから、ちょっと余裕ぶっこえてないんで、マジで次回作の開発に集中してほしいんですよ。まあ、でもね、なんか一部のコールオブデューティー民ではね、なんか番、うるせえな。うるさいよ。うるさいよ。うん、やめて。うん。まあ、でもなんかね、一部のコールオブデューティー民ではね、なんかヴァンガードがあまりにもつまんなさすぎて、なんか BOCW が面白く見えるっていうね、なんか精神疾患を抱えてる人が、まあ、結構、ちょ、つまんねえよ、このゲーム。BOCW が面白く見えるってね、結構ね、病気だと思うんですよね。これに関してはね、ネタとかじゃなくて、普通に病気だと思うんで、ちょ、今すぐね、病院に行ってくれた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあでも俺もさ、今こうやってコールオブデューティーの悪口ばっか言ってますけど、俺だってさ、本当はね、褒めたいんですよ。やっぱ COD 好きだしね。やっぱ愛があるからこそ熱くなっちゃうというか、そこに愛はあるんか、そこに愛はあるんか、愛なんかあるわけねえだろ、このバカ。まあ、本当にね、最新作かどうかが疑わしいね、コールオブデューティー、ヴァンガードがやっぱ僕はね、本当に大好きなんで、ヴァンガードから BOCW になんか戻ってしまった人も、まあ一定数いると思うんですよ。ただでさえ少ない人口からね。ヴァンガードが本当に好きなのであれば、じゃあ僕がね、ヴァンガードのいいところをね、この動画でアピールして、少しでも人口を戻そうじゃないかというふうに思って、もうこれからですね、ヴァンガードのいいところをアピールしていこうと思うんですけれども、まあ、きっとね、コールドよりヴァンガードの方が面白いっていう点を紹介すれば、戻ってくれると思うんで、人口が。まあ、なんで紹介していくんですけど、まあ、そのコールドよりヴァンガードの方が面白い点を紹介するっていうことで、ないです。いやでもなんか BOCW の方が面白いっていう人結構僕バカにしてましたけど、ちょっとなんか、なんか分かっちゃったかも。ちょっと分かっちゃったかも。で、SR 使って、ちょっと、SR、ここか。SR 使ってちょっと、これで、なんか画像なんかガビガビだな。なんかガビガビなんだけど。クソゲだわ。あ、つまんねえ。ちょっと待って。なんか200いってないのになんか負けたんだけど。勘弁してよ。